ジャンベローはフランスの画家、イラストレーターである、ベルエポック時代のパリの人々の日常生活の場面を描いた。ロシアのサンクトペテルブルクで働いていた彫刻家の息子に生まれた。4歳になった1853年に父親が亡くなり、家族はパリに戻った。パリの高校を卒業し、法律家になるために法律を学び始めるが、不屈戦争の後、 画家になることにして、エコールでボザールで、レオン・ボナに2年間、学んだ。その後もマルトルにスタジオを開いた。1873年から1889年まで、毎回、サロンド・パリに出展をして1876年の作品で評価された。1885年から、フランス・パステル画家協会の会員になり、1890年からの、ジャンルイ・エルネスト・メッソニエ。 オーギストロダンダの国民美術協会の再建に参加しその展覧会に1929年まで出展した。1887年にレジオンドヌール勲章を受勲し、1894年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。